皆さんお疲れ様です。ゆうぎです。今日はですね、デヴィ夫人がバラエティ番組胸いっぱいサミットの中で不妊の9割9分が中絶によるものって発言して批判殺到してるんですけど、これについて思ったのが、いやそこまで批判しなくても良くないですか。確かにこの発言は良くはないと思います。事実と異なったり、やむを得なく中絶をする方がいたりと、女性を敵に回してしまうような発言をしてしまったなっていうのは思うんですけど、ただ80歳のもうおばあちゃんですよ。ここまで言わなくてもいいんじゃないかなって。僕も今おばあちゃん面倒見てるんですけど、実際80歳でテレビでああやって仕事をしたりお話ししたりしてるのも、もう本当に実際すごいことですし、あの年でああいった行動してるのはすごいなって思うんですけど、僕介護とか病院で働いてたことがありまして、結構70代80代になってきますと新しいことが覚えられなくなるんですよね。もうキャパオーバーで新しいことが記憶できなかったりと、なのであの方も昔どっかの病院の先生にそういったことが言われたことが記憶に残ってて、今の新しいことがインプットされてなくて、ただ昔言われたことをそのまま言ってしまったのかなっていうのも思いますし、いろんなこのニュースのコメント見ますと、さっさと地獄に落ちろとか消えろとか、もう本当にとんでもない動画で言えないようなことをいっぱい書かれてるんですよね。いやそれはおかしいだろうって。普通に今はそういったことありませんよとか、間違ってますよとか、訂正してもらいたいなら訂正してくださいとか、そのぐらいだったら良かったのかなと思うんですけど、80歳の高齢の女性にそんなにここで言えないような言葉を言うのは言い過ぎだろうって思いました。できましたら今回のデヴィ夫人の誤った発言、どうか許していただけないでしょうか。お願いします。